1> m 1エイブラムスはアメリカ合衆国が開発した主力戦車である。エイブラムスの名は開発を推進した人物であり、バルジの戦いの英雄でもあるクレートンエイブラムス大将に由来する。M60 パットンの後継として1970年代に西ドイツと共同開発を進めていた MBT-70 計画の頓挫により、新たにアメリカ単独で開発し、 1980年に正式採用された戦後第三世代主力戦車である。主にアメリカ陸軍及びアメリカ海兵隊が採用した。動力機関には当時の戦車の主流だったディーゼルエンジンではなくガスタービンエンジンを採用している。手法には西側第二世代主力戦車の標準的な 装備となっていた51口径 105mm ライフル砲 M68A1 を採用し、当時の最先端機器を用いた高度な射撃管制装置を採用したことで命中率を高めている。従来のアメリカ戦車と同様、将来の改良を見込んだ余裕に富む設計で、正式化後の仕様変更によって44口径 120mm 格好砲、 M256 を搭載した M1A1 や、さらに改修を加え、第3.5世代主力戦車に分類される M1A2 が運用されている。メーカーによる生産は終了しており、アメリカ軍は破損した車両をリサイクルして部隊に復帰させている。オーバーホールが必要な車両、モスボールからの復帰車両、アップデートを行う車両、戦場で修理が必要になった車両、 甚大なダメージにより、スクラップになった車両などは、アラバマ州のアニストン陸軍交渉に輸送された後、分解と戦場が行われ、その後オハイオ州のリマ陸軍戦車工場で、再組み立てとアップデートパーツの組み付けが行われる。1970年代初頭、アメリカ陸軍は、M60 パットンの後継となる、主力戦車を必要としていた。M60 は、戦後、 第二世代戦車であり、近代化を図った M60A2 を保有していたものの、やはり第二世代戦車の池を出ないものであった。また、ソビエト連邦が 115mm 格好法を有する T-62 の配備を進めていることが確認されたことで、質、量ともに劣勢にあると強い危機感を抱いた。m b t 七十当初は、ベトナム戦争での敗北や、 それに伴う戦費、MBT-70 計画の頓挫から、アメリカ議会は予算の承認を渋る声も聞かれたが、1973年1月に新型戦車の要求仕様が決定し、同年6月にクライスラーディフェンス車とゼネラルモーターズに試作車の発注が行われた。3年後の1976年に試作車、XM815 が完成し、 アメリカ陸軍による試験評価が行われた。時を同じくして第四次中東戦争が勃発し、RPG-7 や対戦車ミサイルが使用され、通常走行のイスラエル国防軍の戦車が多数撃破されたことを受けて、チョバムアーマーや複合装甲の研究も並行して進められた。1976年に比較検討の結果、 クライスラーディフェンス社の試作者に開発を一本化させることが決定され、名称を XM1 と改める。同時に試作者11両が追加発注され、1978年中に全車が完成し、各種運用試験が行われた。1979年には先行量3車110両が発注、製作され、 各部隊での最終試験がなされ、1981年に M1A ブラムスとして正式採用された。M1A2F3 の手法、M256 格好砲の射撃時の様子メディアを再生する M1A ブラムス総合火力演習。社長用の 12.7mm 重機関銃、M2。高学照準機が搭載されており、遠隔操作が可能となっている。 M829M1A ブラムスの砲塔全面装甲は、飛台軽視を考慮しているものの、それまでの第二世代主力戦車に見られた流線型の砲塔ではなく、傾斜を施した平面で構成されている。装甲材は、M1 が対ヒート対応の空間装甲、M1A1 が対ヒート対鉄断芯アップフスズ対応の無高速セラミックス、M1A1。 M1A2 がタイタングステン、劣化ウラン男子にアップフスズ対応の劣化ウランプレートと徐々に工場強化されている。M1A1 の導入は1985年から始まり、1987年始めから M1A1 向けに砲塔正面と車体正面の装甲内に猛状の劣化ウランを組み込む装甲強化パッケージの提供が始まった。 1991年の湾岸戦争においては未回収の M1A1 の大多数に対してこの劣化ウランプレートを装着する回収が急遽実施されているこのウランプレートを装着する回収を受けた車両は M1A1 として区別される M1A1 をさらに改良した M1A にはさらに防御力の強化が図られアメリカ軍向けには 試作車両を含む77両が生産された。回収計画 SEP は1999年から始まっており、旧型となった一部の M1 や M1A1 は、M1A2 や M1A2SEP に回収されている。AGT1500 パーパック各国の戦車用、動力機関はディーゼルエンジンが主流であるが、 M1A ブラムスでは、ハネウェル AGT1500 がスタービンエンジンを採用している。トランスミッションほか、補な機類も含めてパッケージ化されており、パワーパックと呼ばれる。燃料はディーゼル燃料も使用できるが、通常は航空機用、ジェットエンジンと同じ JP-8 を使用する。ガスタービンエンジンは、小型軽量、高出力で信頼性、加速性能、 途半能力も高く、動作温度範囲が広い、冷却水が不要など多くの長所もあるが、燃料消費が激しいため大型の燃料タンクが必要、砂ン除け吸気フィルターの大型化、高温の排気により、紫外線などで不評が、戦車の後ろに隠れられないといった欠点もある。1マイルの走行に1ガロン以上の燃料を消費するだけでなく、停車状態でもエンジンが動いているだけで、 毎時12ガロンを消費する。各国の第3世代主力戦車に比べて2倍近い500ガロンの燃料を搭載しているが、湾岸戦争では8時間の作戦行動で燃料がなくなるため1日に3回の給油を必要とした。低速、停車時の燃費が極めて悪いためアメリカ陸軍では停車時の電力供給を目的に補助動力装置を内蔵するようにした。 2500ガロンを一度に運べる M970-80 軌道タンカーを動員して大量の燃料を供給し続けることで燃費の悪さを補っているが補給線の維持は平坦上の負担であり M1 の他にガスタービンエンジンを戦車で採用しているのはソ連製の T-80 スウェーデンの STRV-103 だけである。試作、検討段階のタスク。 この写真では M151 プロテクター RWS が装備されている。M1 エブラムスには4名の乗員が登場する。開発当時は自動装填装置の搭載も可能とされていたが、乗員の減少に伴う負担増加が懸念されたことから採用が見送られた。社長は、砲塔の右後方で砲塔上から周囲警戒したり車内から画像によって策敵を行い、 攻撃目標を砲手に指示する。砲手は、砲塔の右側で社長の足元前方に座り、戦闘中はほとんど移動しない。装填手は、砲塔の左側で、比較的広い空間を占有し、装填以外にも、社長を補佐して、周囲警戒や無線通信を担当することもある。操縦士は、車体前方中央にある操縦席に、 戦闘中は仰向けに近い姿勢で座り、操縦に専練する。操縦席は4名の中では最も狭い空間であるが、砲塔を180度後方へ向けた状態ならば、砲塔内からアクセスが可能。乗員は、耐火性能の高いつなぎを着用し、CVC ヘルメット、通信と騒音遮断用のヘッドセット、ゴーグルを頭部に装着する。また、ボディアーマーは、 爆発時に発生した破片に対処するために CVC アーマーを着用する場合が多かったが、現在ではより高性能なオットーブやヨーテブを着用している。M1A1 と M1A2SEP の重量に関しては、ゼネラルダイナミックスランドシストムズ、社高式 HP 機載のショートトンからメートルトンに、換算 M1A1 は1991年の 湾岸戦争において初めて戦場に投入され、サウジアラビアに展開した。M1A1 はイラク軍が配備していたソ連製戦車の T-55、T-62、T-72 に比べて性能で大幅に勝り、敵側の射程を上回る3000メートル以上の遠距離からアウトレンジ攻撃することができた。そのため、あまり反撃を受けず、 M1A1 の損害は十数量と言われている。しかし、激しく砂塵の舞う砂漠の戦いで、熱映像装置が十分動作しなかったために、同志打ちが多発した。湾岸戦争時の十数量の損害の半数は、同志打ちによるものと言われている。この反省から、コソボ紛争以降に投入される M1A1A2 には、CIP と呼ばれる装備が導入された。 2003年のイラク戦争にも投入され、初期の正規戦では一定の戦果を上げたが、占領統治後の非正規戦では、資金情報からラジエーターグリルなどの脆弱箇所を狙う武装勢力の対戦車敵弾発射機などによる攻撃や対戦車地雷、井戸などによる被害が目立った。特に井戸は、作薬量に上限がないため、サシモの M1 も、砲頭部を吹き飛ばされるなど、大きな被害を受けている。 これらの戦訓も考慮されて、前述のタスクが開発され、自運用されることとなった。2009年頃には、海兵隊が M1A1 をアフガニスタンのヘルマンド州に派遣したことで再度、実戦投入された。これらの車両には、エラブロックこそ装備されていなかったものの、タイ雷用の底部装甲、タイド用のデュークアンテナ、機銃シールドなど、タスクの装備が追加されていた。 手砲弾や一部の装甲に使用されている劣化ウランは、戦地から帰還した将兵の間に発生した湾岸戦争症候群、バルカン症候群と呼ばれる病気の原因物質ではないかと一部で疑われているが、因果関係ははっきりしない。また、シリア内戦では、イラク軍に提供された多数が、対戦車ミサイルに破壊されたり、アイスセルに露革されている。 XM1105mm 砲を搭載する M1M1A1M1A1 派 M1A1FEPM1A2M1A2 セフ M1A2 セフ 3M1 グリズリー CMVM1 アブブ M104 ウルバリンへ突撃強除イントアサルトブリッジ XM2001 クルセダージ総流弾砲アメリカ合衆国性能を限定した M1A2 はクウェートサウジアラビア M1A1 は オーストラリアに輸出され、エジプトでは、ライセンス生産も行われた。オーストラリア軍の m 1 a 5前一1時エジプト軍の M1A1 イラクチアン部隊の M1A1、M オーストラリアエジプトクウェートサウジアラビアモロッコ、イラク中華民国。ありがとうございます。